イ K プロ通信ねじれねじねじめです。トッキーです。そして K プロ代表小島きなです。よろしくお願いします。代表ですね。さあ始まりました。この番組では最近の K プロライブで起こった出来事だったり K プロの最新情報を小島代表と我々 K プロライブアンバサダーねじれねじでお伝えしていく K プロライブファンは見逃せない番組となっております。ということで第1回が1月編だったんですけど、うん、1ヶ月経って第2回なんですけど、はい、どうですか。いやちょっと1回目反省がありまして、はい、反省、はい、ちょっと硬すぎるなと思ったので、まあ、確かにね、ちょっと緊張感出ちゃうから、はい、やっぱそら非常勤スタートで、あ、ダメですね。ダメです。よくないかもしれない。あ、ごめんなさい。でもね、第2回ですけど、うん、でも私さ、そのさっきからちょっとさ、お笑いライブファンにはっていうところも、はい、お笑いライブ班には、いや、言ってないですよ。いや、ずっと言ってるよ。え、いや、行きますよ、うん、ライブアンバサダーねじねじでお伝えしていく K プロライブファンにはお伝えしたいライブが、あ、終わりが変になっちゃった、すいません。もうそれ以前のね、そうね、まあ、すいません、滑舌の練習とかももっともっとしていこう。この通信を通じていろいろねじねじも成長していきますんでね、ぜひよろしくお願いします、はい。それでは最初のコーナーに参りましょう。まずはこちら、 K プロ事件簿2月編。いろいろあった最近の K プロライブ、そんな中でも特に気になった出来事を小島さんと共に振り返っていきたいと思います。まあ、2月もね、いっぱいありましたんでね。ありましたね。振り返っていきますか。はい、2月の事件簿こちらです。あ、たくさんあるでしょ、はい、近くで見てたやつもあります、うんうんうん、はい、これやったんですけど順次振り返っていきましょうか、はい。それでは参りましょう。まずはこちらから、名古屋でライブ開催、まんじゅう大帝国落語披露。おお、ということでこちらなんですけども、そうなんですよ、あの、まあ、久々に名古屋でライブを開催させていただきました、はい。今回いろいろ新しいことやったんですが、まあ、どの回もたくさんのお客様に入っていただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、特にね、このまんじゅう大帝国のお二人があの落語を披露してくれたんですけど、はいはいはい、まあ、これ簡単にこう、まあ、じゃあ落語披露してくださいってこう簡単に言ってるんですけど、もうこれとんでもないことなんですよ。とんでもないね。ちょっとできるわけがないですからね。そうなんですよ。だからでもだってもう売れてる芸人さんにさ、急にじゃあ落語どうぞって言われて もうできる人なんてもう絶対いないですから、はい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 、もうまんじゅう大帝国さん本当もう近々すごいことになるんじゃないかなって思う。だからさらに楽しみが増えた感じがしますね。すごい、うん。まあ、K プロね、ライブの配信で僕たちも言いましたけどもね、うんうんうん、とんでもなかったですよね、まんじゅうさんの落語ね、はい。あの、僕竹内さんに、うん、先輩で失礼、こんな言葉遣い失礼だと思うんですけど、うん、すごい達者でしたねって言ってたら言ってたら、それ失礼だよって言われました。つい言っちゃダメでしょ。いや、もうなんて言ったらいいか分かんない。まあ、確かにね、その凄さもね、感動もちょっとしたしね、はい、うん、かっこよかったな。すごいですね。まあ、名古屋はね、変わらずこれからも定期的に開催していきたいなと思っております。まあ、多分今年は、まあ、5月から6月ぐらい次回予定しておりますので、ぜひたくさんの方に来ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いてはこちら、若武者カノンが初優勝、批判殺到ということで、はい、こちらなんですけど、はい、批判殺到、これもうニヤニヤしてるじゃん。いや、もうこの現場にいたら、まあ、まあ、我々もね、 K プロ同じ所属のカノンなんですけどもね、うんうん、そう、カノンは、まあ、K プロ若武者でね、 K プロの所属の、まあ、カノンがまさかの優勝をしたっていう、はい、まあ、これは本当快挙です。快挙すごい。そう、快挙だけど半笑いなんだよね、はい、そうそうそう、まあ、若武者ってそのかつては三四郎さん、モグライダーさん、まあ、ニューヨークさん、ヤーレンズさん、令和ロマンさんとか、はい、花子さんとかね、とんでもない、まあ、今揺れてる芸人さんたちが本当にもうたくさん出ている出身のライブなんですよ。ここで活躍したらもう絶対に売れるという目安になっているライブ、はい、でそこで優勝したわけだから本当にすごいこと。カノンさん、本当そうですね、若武者優勝というのは、うん、ただ、はい、とんでもないズルをしたんですね。とんでもないズル。はい、で、あの、本当は、まあ、カノンってはご存知の通り2人組なんですけれども、はい、2人組ですね。当日はまさかの12人で登場。12人で登場、はい、そう、ただ間違いなくダントツで受けてはいたので、まあ、お客様 もう丸をつけざるを得なかったんじゃないかなっていう状態ですね、はいはいはい。まあ、参加したり、まあ、参加させられたりした芸人さんから、はい、こういろいろ私もその後すいませんでしたとか謝られる、そんなあったんですけど、はいはいはい、あの、まあ、海を売る男さんからもね、はいはい、あの、小島さんすいませんでしたって言われたんですけど、そのあの紛争の中の どれが海を潤ったのか分からなくて、写真何回も見返して、はい、ああ、いるわ、言いたわと、はい、
みたいな感じでね、ちょっと本当にぎやかな優勝、まあ、必須な優勝があって、2人ならじゃあどうだったのあれ、まあ、僕らは所属で一緒にツーマンライブとかやってますんで、うん、すごいあいつらやり口はしてますね、すごいなとおめでとうと思ったんですけど、やっぱり他のね、あの優勝を狙って芸人もたくさんいますんで、あの電車バトのガクとかですね、あのカノの中島に向かってお前うるせえって言った時はすごかったこれは木原さんともが来たなと思ってそれを待ってしまいましたけどねいやでもこれは大会場、まあ、そうですね、大会場があったということですねはい、はい、続いてはこちら、行列の先頭 482days 開催ということで、行列の先頭 2days 開催、そうなんです、無事、開催させていただきましたけれども、はいはい、最大のライブ行列の先頭を、はい、まあ、2日間連続で開催、まあ、2日で1000人動員となりました、はい、まあ、どちらもめちゃめちゃ盛り上がっていて、まあ、20周年の K プロ旗揚げ20周年イヤーが、はいはいはい、まあ、スタートしたなという感じでしたね、はい、まあ、やっぱりこうすごい人たちはすごいんだなって分かるライブっていう感じで、うん、もう本当出てくる皆さん豪華で一番面白いネタ持ってきていただいたっていう、うん、まあ、本当今からでも向いていただければもう自信もっとおすすめできるライブですね、すごい、はい、でただそのこれあの、まあ、で2人ともお手伝いしていただいて、はい、僕たちもね見てました、2人はこうどうだった見て、やっぱり蒼月ホールっていうでっかい会場でこう、うん、披露することによってやっぱ笑いの波の大きさというか、やっぱでっかいライブっていうのはすごいなっていう、この生の臨場感っていうのがもうさらに高まった、すっげえライブだなと思いましたね、うんうん、時は僕はあのなんか見れると思ってなくて、あ、会場がパンパンで満席でしたから、はい、でなんとか見させてもらって、うん、面白い細細高さすがに面白い、さすがに面白いここに出たいなと思って、だからいい目標にはねやっぱりもちろんなりましたね、うんうんうん、たださ、そのねじめくん、はいはい、2days の2日目のお手伝い無断キャンセルしたよね、すいません認めるんだ、はい、一応ですね無断キャンセルしてしまいました、配信でもちろん僕も確認してたんですけどいや配信でとか見てたとか、はい、見てたじゃなくて、ね、お手伝いは、はい、お手伝い、トキはいたよ、はい、はい、1日目にやっとお客様を呼び込むという、あの僕たちであのこっちの入り口も空いてますよっていう仕事をですね、はい、やってまして、まあ、フライドポテトのリックっていう同じ所属がいるんですけども、すごいサボってたんで、これはその人数余ってるのかなと思ってちょっと思っちゃったら、あの寝ちゃいました、はい、寝ちゃいました、あー、1日目いたから、うん、2日目も、うん、え、ダメだよ、ダメだよ、ダメし、皆さんもお手伝いは絶対にサボらないようにしてください、はい、ということでね、あの、まあ、このね、K-PRO はこういうライブを、まあ、たくさんできるわけですから、まあ、絶対こう勉強になるから来た方がいいって言ってるのに、はい、こうねじめくんは来なかった、え、そうそうそうっていうのがあるので、はい、まあ、ちょっと今後アンバサダーの仕事に何かプラスアルファ大変なことを追加しようかな、大変なことを追加しようかな大変なこと、連帯責任です、大変なこと、連帯責任、お前当たり前、お前も一緒に決まってんだろすいません、一緒に頑張りましょう、はい、まあ、次回はですね5月18日の旗揚げ記念日に、旗揚げ記念日に、はい、なんと初めてのなる劇でやります、うわすごい、なる劇、そうなんです、これはあの新宿風からスタートした行列の先頭を、まあ、原点に変える意味でもやりたいなと思ってのなる劇になっております、ここに、まあ、伝説の漫才師浜口浜村さん登場と決まっておりますので、はい、2人は浜口浜村さんを知らないでしょ、浜村門平太さんの存在は知ってネタも見てるんですけども、うんうんうん、昔コンビだったということしか知らないですね、あ、本当に、はい、僕もそうで、なんか普通におじさんおじさんってイメージで、なんか会場のここから裏口で通れるよっていうのを教えてくれた人のイメージで、そのなんかすごい人なのかっていうのはちょっとあんまり、でもあの日は浜村さんの開けちゃダメのとこ開けてたいや、まあ、そうよ、だから本当こんな会場のこと慣れてる、いろんなこと知ってる人だけど、はい、浜口浜村さんすごいから、はい、生で見たいって、生で見たい、それはね、はい、ぜひぜひこれ見れる機会になっておりますので、ぜひチケットお取りください、お願いします、お願いします、続いてのコーナーはこちら、 K-PRO3 月おすすめライブ情報、これから開催する K-PRO ライブの中で特におすすめしたいライブを小島さんが紹介していくコーナーです、はい、お願いします、お願いします、はい、まずはこちら、はい、3月20日ドラスティックホリデー、ドラスティックホリデー、
はい、ということで土日開催の豪華ネタライブになっております。今回も四千頭身さんや、パーパーさんからストレッチーズママタルトたちがこうなるべきメンバーは多数の世代が出演いたします。ねじねじさんも出演しますよね。そうだね、はい、緊張ね、今から緊張しますよ。そう、なんで緊張するかっていうと、まあ、このライブならではなんですが、あの漫才師は出る前に生中継っていうコーナーがあるんですよね、はい、繋いでね、そのまま舞台に行くという。そうなんです。なのでそこから楽しめるライブ、あの登場前から楽しめるライブになってるので、はい、みんなこうボケ合戦になっててね、すごい楽しいですよ、はい。だからもうそれもちょっと今から考えとかないですね。ありますね。だから1回だけ出させていただいたことあったんですけども、おうおう、その映像で何するかをやっぱ考えるんですよ、うん、こうバーって漫才師を追いかけて出るライブだからね、はいはいはい、でバーって考えて、あこれでしようっつってやって、この三八マイクの前に着いた時に、うん、あのここから何すればいいか忘れちゃうここからが本番だってくらい、やっぱそこに力も入れてますからね、まあ、それぐらいだから集中していけばそこに力が入っちゃうんですね。やっぱ普段やんないことをやるというやっぱすごい面白い。時は今のところ何やる予定か、はい、今のカメラマンも舞台に出しちゃおうかな、うんかなり追いかけてくるんですよ。そう、確かに、ね、ギリギリ受付から、うん、結構来てると思って追い込んで出るんじゃないですか、追い込させるくらいいいかも、はい、いやそうなってるかもしれないからね、これは、まあ、生で見に来ていただいて、確かにどうなるかね、はい、そうそう楽しみ。そうで、あのコントブロックの映像もかっこいいので、これもね、まあ、楽しみにしていただければと思います。はい、続いてのおすすめライブはこちら、はい、3月26日ウルトラジェットジャムヤングブラッツ来ました。これは来ましたよ皆様、はい、ということで、はい、まあ、若手がメインのスペシャルライブですね、うん、はい、前回も大盛り上がりで、今回も大会場となる草月ホールでお届けいたします。はい、まあ、前回も出演しました。はい、出させていただきました。どうですか、草月ホールっていう大きな会場で、うん、この若手をメインでやるっていうことの緊張感というか、だから一人一人がしっかりお客様を楽しませないといけない、もちろんなんですけど、うんうん、このでっかいライブのじゃあ俺らにこのハードルを超えれるのかなみたいなのは、やっぱり若手で一緒になってるやつと今度ウルトラジェットジャムあるなみたいな話はするくらいこう迫ってきてる大きなライブって感じがしますね、はい、そうなんです。前回さ、あの舞台袖でトークコーナーを任せてて、はいはい、その群青団地の横君とさ、ねじめくんってすごい練りに練ってた。はい、練りに練って草月ホールでね、やらせていただきました。あれさ、でも出てったらさ、全然その言ってたことと違うことやってたんだけど。そうですね、だからやっぱり会場でかくて三四郎さんとかとその時ね、やらせていただいてね、そうそうそう、なんか話してたらなんか全部吹っ飛んじゃって、そのお客さん多くてすげえでっかい会場で三四郎さん見てて、うん、やばいと思って、うん、袖に小島さんがチラッと見えたら、サドコチャクなんか別に行け俺今何人行けばいいのめちゃトッキーとも目合ってたもんね。私もそれ前だよ すごい躍動感がすごいね。じゃあずっとお客さんの視線ずっと三四郎さんたちに取られてたわけ、はいはい、若手のライブなのにゲストに全部持って帰ってたの話を、はい、だから私は行け今だ前だよって言ったら、横くんだけ体がどんどん舞台に出てきてさ、物理的に前でいやもう今回はちょっとね、その経験も踏まえてめっちゃ頑張りますよ、もちろん今回もゲスト豪華なんですよ。いやそうなんですよね、シンガンズさん、すごいよもうペッパさん、ダンさん、ママタルトさん、まんじゅう大帝国さん、煮干し岩さん、緊張します、スペシャルゲストですよね。もうマイク取られないよ。はい、もう今回はね、小島さんがね、この暴れなくても済むようにちょっと若手の楽しさを見せていきたいなと思いますので、本当、そう、ね、皆様よろしくお願いします。はい、ぜひ応援に来てください。お願いします。はい、そして続けまして、はい、3月28日、突破れエース、突破れエース、おー、はい、ということで、まあ、まず、最初に言っておきたいのが、先ほども言った、若武者チャンピオン、カノンが出演しますそうなんだ、だって若武者優勝したら、みんな突破れに出れますから、はい、みんなそれを目指してやってますからね。そうなんですよ、はい、だからもう今回は、まあ、まず何人で来るのかってところを楽しみにしていただければいいかなと思いますまずそこで、シェイプロ側もそれ把握してないその何人で来るかはもう当日じゃないと分かんない。そう、もうこれね、結構あの若武者あるあるではあるんですけど、はいはい、やっぱ若武者優勝したネタで参戦するっていうのが、はい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 、やっぱりね、こう認められた勝ったネタ、うん、強いネタでこうトッパレに挑むっていうのが今までだったんですけど、うん、まあそれで今回来られたらちょっと先輩
輩たちもざわつくなみたいな、なんかちょっと怖い部分もあるんですけど、はい、それをちょっとお楽しみにしていただければいいかなと。どうなるだろう、どうやって戦うんだろうな、全く読めないですね。ね、ちょっとそれは楽しみ、怒られてほしいっていうのもあります。もしかしたらあいつらのことだからもっと増える可能性もありますね。その突破れだとさらにパワーがいるから20で来る可能性もありますんでね。いや、泣きにしも笑う。客席に置いてる可能性も、客席に置いてる可能性もある。怖いですね。ちょっとね、楽しみにしてます。楽しみですね。はい、そして、はい、3月29日魅惑のフライデーナイト。最近話題の魅惑のフライデーナイトですね。はい、そうで、3月の8日の日に第1回目がスタートしました魅惑のフライデーナイトなんですが、はいはい、まあ、誰が出るか何をするかを直前まで内緒にするというようなコンセプトのライブになっておりまして、はいはい、まあ、ありがたいことにこう噂もそのね1回目のアルバムに加えますし、まあ、K-PRO が発表するまで何をするのか何を考えているのかがわからないままこうチケットをていただくお客様も多くいらっしゃって本当にありがとうございます。はいはい、池袋信頼されてる、ね、そうですね。何があるかわかんないのに。うんうん、そうそうそう。で、まあ、今回はこうシャッフルネタというのをコンビシャッフルネタというのをやりました。はいはいはい、はいはい、でねじれねじねじめくんを似てるで噂の羊ネイリ細田くんがやるというのが。大丈夫か、それ行きますか。そう、あのね、スと相方で細田さんが出てくれるってことですよね。うん、どう？相方で出ている、まあ、どうっていうか、うん、あの一緒に宣材写真を僕らの真似して撮ってもらったんですけど、はい、なんかこれ着せてるのが本当に申し訳ないあ、いいだろう確かにあの、はい、普段のあのカリスマ細田さんが急にちっちゃく見えた、あのこれを着た瞬間にあれ、いや、そうだ、ああ細田さんだって、うん、一応変えないとね。そう、衣装がね、こう良くないのが露呈された瞬間でもあったんですけど、でも、はい、でも細田さんとその顔は似てるって言われたことあるんですけども、うん、やっぱこうやってるネタの内容とか発言すること全然違うじゃないですか。うん、細田さんが、うわーとか言ってるのはちょっとマジで想像つかない、うん、俺はちゃんとネタ遂行できんのちゃうかと思ってるくらい、うん、そうだね、すげえ楽しみですね。どういうデジメ君を演じるのかっていうところも楽しみにしていただければと思いますね。そうですね。はい、まあ、あと他にもたくさんサプライズがありますので、すごく楽しみなライブですのでぜひお越しください。お願いします。はい、お願いします。そして最後はこちら、スペシャルライブ先行発表のコーナー。このコーナーではまだ未発表のスペシャルライブ情報をこの番組のご覧の皆様だけに先行発表しようというコーナーです。小島さん、今回はどんなライブの発表がありますか。はい、発表します。お願いします。5月15日から21日の K-PRO スペシャルウィーク、そこで〇〇のブレないやります。〇〇のブレないシリーズだ。で、もうこのスペシャルウィークといえば、はい、こちらの〇〇のブレない、はい、誰々のって名前がつくんですけれども、その人がセレクトしたメンバーが出演する、うん、企画コーナーもその人たちがこう企画プロデュースするブレないをやるというこの、はい、企画なんですが、今回なんと〇〇のブレない6ブルメンバーです。6ブル6ブルってあの6ブルですか。そうですよ、我々が所属している。そう、6ブルのメンバーがこの〇〇のブレないを、1日1組ずつやっていただくということで、ねじれねじのブレない、レインマンズのブレない、グッズたちのブレないってことですよね。そう、すごい大役だ。すごいです。自分たちが呼びたい芸人を読んで、うん、自分たち色のブレないを作れるってことですよね。そうそう、だから結構この個性ももちろん出るライブだったりもするし、ね、あ、はい、まあ、逆に言うとね、同じようなことやられたら1週間飽きちゃうかもしれない。だから自分たちの色を存分に出して、確かに自由に、こう自分たちがこう盛り上げていくっていうこの気合をね入れたこう内容にしてもらえる。はいはいはい、もちろんですよ。楽しみですね。え、そんなさ、6ブルのメンバーでやるっていうのを、はい、初めて知ってさ、今知りました。他のメンバーだったらどんなことしそうとかある？19人さんとかは、そうですね、去年見てる19人さん、去年やってましたよね、まあ、ユニット、うん、コントみたいなものをやるんじゃないかなと、あー、そうしてね、で確かにレインマンズのブレインマンズ去年はありました、うん、多分今年も赤瀬が休むと思いますいいわけない、去年休んでたけど休んでた、今年はフルメンバーで行く、当たり前で行くよ、ね、できてほしいよね行くよ、当たり前ですよ。ねじれねじさんは現状どんなことをやろうと思うんですか。ねじれねじのブレないですよね、うんうん、まあ、とりあえず1個だけ決まってるのは、カノンを呼ぶという若者多いなの、カノン、うん、カノンを呼ぶことによって、はい、
なんか6組くらい呼んでるということになるかもしれないし何かが起こるかもしれない、また違った何か今さんに謝ることで何が起こるか分かんないようなね、はい、それだけ決まってます、はい、という感じで、ぜひぜひこちらもお楽しみにしていてください。お願いします。はい、はい、ということで以上になります。3月4月と K プロが熱いです。これからもどんどん K プロなる劇に遊びに来てください。以上、今月の K プロ通信でした。ありがとうございました。ありがとうございました。